平野紫耀引退の危機。滝沢秀明の背後に潜む驚愕の舞台裏。ナンバー・アイメンバーが選んだ未来の先に広がる滝沢秀明の驚異的なビジョンとはこんにちはコミュニティです。今回は、メンバーの平野紫耀が芸能界引退を考えている中、滝沢秀明社長がナンバー・アイに出演した影響と、スタートのきっかけとなった感動の出来事を紹介します。 滝沢社長が平野仕様を救った真相を探ってみましょう。まず、戸部の舞台裏には多くの困難があります。キングプリンスはジャニーズ事務所の下で海外展開を図る計画が失敗に終わり、メンバー5人はそれぞれの道を選択することになった。特に平野仕様はジャニーさんとの夢や世界へ進出したいという思いを語っていたため、この事態に大きなショックを受けたという。 ジャニーズ事務所が新たな方針を導入し、キングプリンスは5人グループとしての活動が困難な状況に陥った。そんな中、滝沢秀明さんからキングプリンスの危機を聞き、この事態に将軍は5人でないと意味がないと芸能界引退を決意。滝沢秀明社長は退職の悲惨な状況を知っていた。秀明はジャニーズアイランドで初めてショーと仕事をしたため、ショーの悩みや夢を理解し、 新たな可能性を示してくれた。キングプリンスの将来に希望をもたらすため、英明は自身の新しいエンターテインメント会社を設立し、翔君だけでなく、キングプリンスの3人にとっても驚きの発表となった。滝沢秀明社長は翔君たちに新オフィスでの活動を提案し、リスクや困難にも真摯に向き合った。 その真摯な姿勢に、キングプリンスの3人は大変感謝し、新たな一歩を踏み出すことを決意した。滝沢社長の協力もあり、キングプリンスの3人は新たなスタートを切った。残ったキングプリンスはファンの期待に応え、新たな活動の場を見つけ、滝沢社長との信頼関係を築き、さらなる発展を遂げた。特に、ジュリー氏の方針に疑問を抱いていた少子と滝沢秀明社長との真摯な対話は、ナンバー 愛の未来を明るく照らした。秀明社長は翔さんの環境や経験に共感し、新事務所を通じて新たな可能性をもたらし、共に成長していくとの決意を表明した。ナンバー、愛のファンも滝沢社長に感謝の意を表した。滝沢秀明社長は彼らに希望と信頼を与え、エンターテインメント業界で輝く新たな道を切り開いた。ナンバー、愛は滝沢秀明社長と共に新たな未来を創造し続けます。 最後に、トべ会員の皆様に、温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます。これからも笑顔で活動し、ファンの心を動かし続けてほしいと思います。タッキーも翔くんも、トべの未来がますます明るくなることを願っています。